緊急事態宣言について自民党の二階幹事長は政府の方針を適切な判断と評価しました。一方、東京オリンピック・パラリンピックについて二階幹事長は党として開催を強く後押ししたいとの意向を示しました。事態を見極めて適切な判断であるというふうに思っております。出すタイミングが遅かったですとか早かったですとか、そういうことについては幹事長どのように考えられますでしょうか。後からは誰でも何でも言えるんです。真剣に取り組んでおると考えております。政府は緊急事態宣言を通じて急速な感染拡大に歯止めをかけ、今年夏には延期となった東京オリンピック・パラリンピックを開催したい考えですが、二階幹事長は党としても開催の実現が悲願であることを強調しました。自民党として、開催促進の決議をしてもいいくらいに思っております。開催しないということのお考えを聞いてみたいぐらいです。一方、菅総理大臣がおととい新型コロナウイルスのワクチンを率先して接種する意向を示しましたが、二階幹事長も当然のことなどと述べ、自らも率先して接種したいとの考えを明らかにしました。